森屋日和という芸人が大阪にいるんですよ、うんうんうん、一時に僕ずっと一緒に住んでたんですよね、うん、3、4年、うん、5年ぐらいか、うん、5年ぐらい一緒に住んでる時に大阪の南の方のすごいお祭りが盛んな時期、うん、あ場所で生まれて、うん、だから毎年その時期になると秋になるとそのお祭りには絶対帰るみたいな、うんうん、レン、うん、レンっていうかな、ダンっていうかな、うん、なんかそんなんがあって、うん、青年団や、うん、でだから、もう若い子からお年寄りまですごくもういろんな方と一緒にいろんなことを育んで育ってきたからつながりも深いんですよ、うん、である年結構守屋の知り合いのだいぶもうお年を召した方がポンポンポンでお亡くなりになりはって、うんうん、でそうかと思ったらいろんな方がご結婚もされて、うん、冠婚葬祭で1年間バタバタしてたんですよ、うんうん、あったあったあった、うん、まだこの日を帰るんか、うん、地元に、うん、であいつは地元に帰るとお母さんからお小遣いをもらうっていうね、うんうん、30過ぎて、うん、34、5でもお小遣いもらうっていう性格の部分があるから、うん、僕はそこをいじるつもりで、うん、お前まだ帰んの地元、うんうんうん、どうせもらうんやろお前みたいな、うんうん、それもらわんと帰るよ帰るんやったら、うん、めっちゃ帰るやんずっと言ってたら、うん、むちゃむちゃキレて、うん、今回はちゃうねん、うん、俺は明日帰る、うん、でもなお前知らんかもしらんけどな、うん、俺はお祭りでめちゃめちゃお世話になった方やねん、うん、その人が亡くなって、うん、それをいじるようなことお前すな、はあ、金もらいに帰るんちゃうわ、うん、やめろ、うん、って言ってあなんかもうほんまごめん、うんうんうん、で次の日、うん、寝坊して行かなかったって最低やんクズやなクズやと思うほんまに